トヨタがキャンピングカーを無料貸し出し、どんな特徴があるトヨタコニックプロは、トヨタモビリティ東京都共同提供するサービスとなるバンライフシェアプラットフォーム、モビ・イン・モビインを展開しています。そのモビ・インでは、2023年3月8日から4月14日の期間において、 無償にてキャンピングカーを貸し出すモニターキャンペーンを実施するといいます。トヨタコニックプロはトヨタおよびトヨタグループなどのマーケティングサービスコンサルティング事業やモビリティサービス事業など展開。一方でトヨタモビリティ東京は東京地区においてトヨタ車レクサス車の新車販売などを行っています。 2022年10月よりサービスを開始したモビ、インは、これからの時代の新しい生き方をサポートするを、コンセプトにしたバンライフカーのシェアプラットフォームです。トヨタ、タウンエースベースのキャンピングカー、アルトピアーノを提供し、車内にはテーブルや収納ラック等が備え付けられており、車中泊もできる仕様。 リアシートが簡易ベッドになるとなっています。なおバンライフとは車を通じた旅や暮らしにより人生を豊かにすることを目的として2大スペースが広い車となるバンを家やオフィスのように作り変え車を働く遊ぶ暮らしの拠点とする新たなライフスタイルを指しています。そんな中で今回は バンナイフってどう楽しむの興味はあるけどハードルが高いとなかなか手が出せないユーザーに向けのキャンピングカーとなるアルトピアーノと車中泊で使うシュラフや外でキャンプを楽しめるチェアなども一緒に無償で貸し出しされるキャンペーンが実施されますアルトピアーノは1.5リッターガソリン車のボディサイズ 全長 4045mm× 全幅 1665mm× 全高 1900mm となる乗車人数5人、就寝人数2人のキャンピングカーです。車内装備には、コーナーテーブル収納ラック、テーブル、天井 LED 照明、基本電源ユニット、1500W インバーター、窓用4連排気ファン、 シャワー付きシンク、18L 冷凍、冷蔵庫が備わっています。またシートレイアウトは以下の通りです。通常走行モード。席間距離や頭上スペースにもゆとりがあるので、開放感のある空間となっています。ダイネットモード。シートを向かい合わせにアレンジしてテーブルをセットすれば、 車内がリビングスペースのようなくつろぎの空間になります。ベッドモード。ダイネットモードから数点シートアレンジするだけで早変わりし、フルフラット時最長 2050mm のため、大人二人がゆったりと就寝可能です。貸し出しは2023年3月8日より順次、トヨタモビリティ東京の本社発着で、 最大5日間貸し出されると言います。